伊藤忠商事は今日、キャラクターオパンチューサギの日本と韓国を除くアジアでの独占ライセンスを取得したと明らかにしました海外展開力を活かしてオパンチューサギのコンテンツをアジア市場に売り込みグッズ販売やコラボ商品の拡大につなげます伊藤忠商事は2026年にはオパンチューサギのライセンスビジネスで流通総額500億円を目指します